割ったら事故だよこれ。頼む止まれ。いや微妙。止まれ。いや止まれ。止まるよね。信じるよ。はどうもマルベリです。星のドラゴンクエストで今日やっていきましょう。神チャレ球団今さら神様攻略ということで、大変長らく今さらでございますが、2019年1月の31日まで神様チャレンジ第3弾が来ておりまして、2019年一発目、さらに言うともう約2ヶ月ちょいぶりのちゃんとしたって言ったらいいんでしょうかね、星ドラのプレイ動画やっていきたいと思いますが、だいぶ環境もね変わりまして、球団神様クリアされてる方も過去を遡るとね、第1回から比べたら多く増えていらっしゃって、いろんなね攻略パターンとかもアップされてるようなんですが、なんか巷ではクリアしやすくなったんじゃないかとか、そんな話もねちらほら上がってたりもするみたいですが、現環境でもねなかなか私は神様には縁のない装備事情といいますか、スキル事情ということもあり、編成装備今更ながら見ていきたいと思いますが、3海賊3次転生90以上の状況ですね。まずはルビー海覚醒海賊、これができるようになったから私の中では少し楽になったかなという感じで、太陽冠鬼神に合わせてこんな感じですね。リベホ入れていきたいので天空パターン、氷ブレス炎ブレスデイン休み無効の本当に今更テンプレートパターンなので、説明だいぶ端折っていきたいと思いますが、この逆襲の光サミダレ超サミダレのパターンでできるようになり、ボミエアリパターンでは私の中で安定したかなと。そして紋章は休み無効になるように組んでおります。もう一体火力上げストンプ要因の黄金竜ハンマー海賊ですね。ただこの映像は黄金竜ハンマーの覚醒状態になってますが、プレイした時には覚醒が来る前の状態だったということで、この覚醒ハンマーパターンのやつでね、本来であればやってみたかったんですけど、プレイ映像では覚醒になっておりません。で休み無効の装備同じくって感じですね。そしてもう一体はここも王道テンプレ今更天空剣エンデウエとの組み合わせですね。必要体制積んでギガソタタウタンランブ2のピオリム休み無効という感じでやっていきたいと思います。さあ因縁のと言っても何ではございますが、ルビ奥義そして西洋米も所持していない私、もう今や玄関機をついていけているのかどうか、さらにはドルマ特攻ボーミエ狙いもかなり厳しい状況で、第1回第2回と神チャレ苦渋を飲んでまいりました。3度目の正直、私のドラマと思っていただいてね、この球団その1神様の試練解くとご覧いただければと思います。行きましょう。序盤はこのありきたりの構成でございますので、ピヨピヨ小玉からのストンプを入れていき、まずは序盤の形作ってまいります。もうこの3倍速を切るまでの一連の動作何百回やったんだろうな、もう数えておりません。2、300は超えてるだろうね。西欧米から氷炎合流でブルサップ荷上げ入れてきます。そしてこの編成はボーミエ狙いでございますんで、サメダレメガトンとつないでいき、ボーミっていただきたいところなんでございますが、お久しぶりボーミッボミのボミもう一丁、そしてこの後ここでもう一丁ボミエ系を狙ってきます。あまあいいや、ここは通常を待って全員ガードというパターンがね多いと思うんですけど、一ボミでも入ったよ、ナイスボミ。この立ち回りでもですね、通常来て連合火炎前に一応全員ガード間に合うと、つまり一般的な通常入る瞬間にガードを入れるっていうパターンと、火炎前にガード間に合わなくてダメージ受けちゃっても結局リベホの回復もあるんでね、ここはこれでも OK と。ただ完全に 2P のガードはミスタップでございますね。そして 1P もちょっと今回ガード間に合いませんでしたが、ここはねこの後に繋がる立ち回りということなので目覚めで戻していきますが、初手からの立ち回りはねこの1ゲージ目のゲージ割り、ここをねできるだけスムーズに突破できるよう HP 確保とスキルリレーに影響するリベ法を効果的に入れていきたいという意図で立ち回ってます。なので本来の 2P の魔剣ランプ最後に抜いていきたいところだったんですが、先入れしてリベ法回復を使い、この神の極寒のダメージを受けれる HP を確保してまずゲージ割りました。んでこの後の凍結用、まず降臨 OK、 テンクベルも OK だね。スパのマラーも生きてる、しかも今回2枚生きてる、完璧。お西洋米も生きてる。ここでブレスアップスキル凍結したらそれだけで配終了ムードでね、以前まではサミダレさん組のパターンとかもねクリアパターンあったみたいですけど、そもそも私サミダレさん積みできないですし、幻惑狙いで窓足記述入れたパターンとかもいろいろ試したんですが、まあ、結局この天空ベルパターンが私の中では一番安定したかなと。ルビウミ覚醒になったことでね、超サミダレ流星群詰めるっていうところも天空ベルでもいけるっていう要素にはなってるのかもしれないんですが、で今回の立ち回りは先ほどの火炎前の通常モーション後のガードのところでボミエ系スキルを先打ちしたことで、この1ゲージ目割った後の自己
スパ前のガードに余裕ができて、ボミー入ってる入ってないに関わらず、パーティーの HP の状態とかによって臨機応変に対応できるので安定できましたね。結局ここはパーティー内でどれだけ火力出せるかによってちょっと立ち回り調整した方がやりやすいかなと思います。解説に夢中で通常と事故耐えるところの回復がマーラー使うのか道具使うのか怪しいところはございましたが、まずは最初のボトルネックを通過し、この後の霊気対策で息対戦も即付け直ししていき、火力上げは基本ストンプでやろうとしている編成なんですが、ここもね凍結運関係してきまして、保険のタタウタ積んでますので 2P のタタウタも駆使して、この後あ通常来ましたね、この通常とその後の霊気を受けれる HP 管理をしていきながら、もうとにかくバフ優先ですね。んで2つ目の運要素というか大事なとこなんですけど、全体を通してね眠りが多いとちょっと事故が発生したり安定感に欠けるっていうところありますよね。一応この解除操作をした後の道具 CT が相手の通常のタイミングの目安にもなるので、後ほどそのタイミング来たらご紹介しますが、そして PO2 が大事なんですよね。ここのタイミングで入れられてないと、霊気受けた後に入れるだと入れ終わったらすぐ波動来るぐらいな感じなので、さあそしてボミ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 、おー来たにボミ来たこれって言っても、ボミ早く入りすぎるとね効果切れが怖いのでなんともっていう感じでございますが、で今ですね道具 CT 回復して即使いました。タイミングにもよるんですけどね、この2回目に使った道具 CT が戻る頃には相手の通常も受けるタイミングなので、この火炎前の通常は必ずガードしてダメージ減軽リベホンの付け直しを狙っていく立ち回りでございます。ここはすでにね出ている攻略情報なんで今更感半端ないですが、来ましたね。で4人ガードしてるんで、先ほど使った道具 CT も一気に溜まっていきます。こうすることで眠りが来てもいいですね、目覚めで即対応させることができると。あーまたミスった、目覚めでコンボ切っちゃいましたね。この相手の通常のタイミングは完全テクニックになってくるんで、このルーチンをね覚えないといけないところでございます。この細かいところなんですけど、コンボ意識も先ほどから説明してるボトルネックとなる運要素とは別に身につけておかないといけないテクニックっていう感じでしょうか。さあこのイカ槌でゲージが割れていきます。2ゲージ目の割の雷撃自体は他のスキルに比べたらまだダメージが低いので、この後の守備ダウンと来ました。第3のボトルネックビリビリ運ですね。これに何度流されたことが。で立ち回りとしては、この守備ダウンを先に解除するパターンと、この後来る通常ガードするパターンと2つあるんですが、どっちにしろビリビリでねガードができないパターン、守備ダウンを外せないパターンと両方存在してるんで、単独発動いやーこれだよね。今回はしょうがないんで、とりあえず特約を使ってきますが、通常のタイミングも早いので、オッケーオッケーオッケー、 HP に入んなかったのは大きい。お眠りも来なかった。やっぱり眠り運、今眠られてたら道具使えなかったですからね。でさらに 2P がブルースアップ切れてますね。これはもうガード継続で耐え忍ぶしかないんですが、どっちにしろこの波動が来るので、守備ダウンの解除よりガード優先という形が安定でしょうね。お逆襲の光溜まったよ。でこれでマジか、 4P もブレスアップ切れてたんか。まあただ波動前なので、一応葉っぱでリカバリは効くとこですね。やっちゃったよここに来て。こういう流れがいい時にこっから一気に崩れ出すっていうねパターン何度も見てますからね。まあでもこの波動後、ここで大きなアドバンテージが取れるようになりました。っていうか失敗したなこれ、 2P に小玉だったな。ストンプ1の逆襲の光ピオリムでよかったじゃん。ちょっと 4P のブレス切れから崩れ出してますね。ただビリビリは今のところ発生してない。オーケーオーケー、第3関門のビリビリ運もなんとか突破できそうですね。で先ほどの2ゲージ目入った時もそうだったんですけど、バフの付け直しを最優先で、ここの通常を受けられる HP を逆襲の光で一気に確保できていると。この逆襲の光含めルビウミが個人的には神様球団の安定性を上げてくれてる要素の一つになってるのかなと。あーまたそんなこと喋ってたらノリで船歌歌っちゃいましたよこれ。これあるあるなやつな。歌おうか歌ないかっていう風に迷った時、一瞬やめてね歌ないでいいと思ってるのに指滑っちゃうやつで、もう一気にバフの状態はフルバフ揃ってますんで、最初の2ターン目ですね、1ゲージ目割るところ以降の自己スパ通常受けるところと同様の流れで削っていきます。あとはスパのね小玉とかオンステを使えるところでの使用する意識、結構守り志向になってると忘れがちになってしまうので、あーこれ通常で抜いちゃいそうだな、じゃねえな、あ抜かなかった、ガード先打ちしときゃよかったなこれ。まあいいでしょう、ちょっと流れを切りたくないので、これで割ってからリベホ入れ直す感じでやれますね。やっぱさっきからちょいちょい
立ち回りが崩れてきてますが、とりあえずここでビリビリは出したみたいなので、あとは通常事故のところを事故らずに行ってラスゲ前ギリギリまで削っていきたい。さあ通常来ました。 2P に集まんなければ、オーケーオーケー。さっき無駄打ちした船歌がここで効いてきましたかね。でマラーで回復して事故スパ受けられるだけの HP を確保できてますね。この現状の体勢だと290ぐらいあれば受けれるので、ただ HP が燃焼ダメージ入ってでまだ大丈夫か。でもね、削っていかないといけないんでね、もう一発 HP スキル入っちゃったら HP 怪しそうかな。お玉はとりあえず乱舞に入れとくか。あと乱舞待機させて HP3P の火力でギリギリラスゲ付近まで行けりゃ最高ですが、さあここっすね。燃焼入って、あーダメっすね。ここ回復使いましょう。特欲でもいいんですが、もう終盤です。ダッシュを示して後悔するぐらいなら念のため雫で全体回復しておきましょう。天撃イカズチでどこまで、あまたミスった。いや乱舞取っときたかったな今の。いやーこれ大丈夫ゲージ、割れるなよ、頼むぜ。割ったら事故だよこれ、頼む。止まれ、いやー微妙、止まれ、いや止まる、止まるよね、信じるよ、止まる。危ねで、このギリ作戦をやりたかったのが、このラスゲね、どうやって安定させるかっていうところで、いろいろ試行錯誤していた結果、7ターンまでにここまで来れてるので、でこの8ターンを捨てて、全員ガードで通常が来ましたね。これを受けて、ゲージ割りの HP を確保して、バフも切れてないですね。やっとこれがうまくいきそうだぞ。何回かミスってるけど、やりたかったことができている。これでゲージ割ります。こっから次の9ターン来る前までにスキルをつなぐだけつないで、ラスゲの通常をなるべく受けたくないと。さあこの神の光で職業スキルを忘れ、お分かりいただけただろうか。この神の光で職業スキルを忘れ、嘘でしょ。いや全員ガード入れてたとはいえ、ターン経過早すぎっしょ。マジで？こうなっちゃうのか。ターン経過で通常が入って、またここでブレス切れたんか。いやー、これは作戦失敗かい？いや、俺がスキル打つタイミングが悪かったのかな。いや、このラスゲまではもう何度も来てるんだって。ミリも何回もあるんだよ。それの対策で、ただボミは生きてるのは大きい。いや、でも点滅早いな。付け直し、ボミ、ボミ、のぼみ。いやそっか、ターン経過したってことはこれ他もブレス切れるワンチャンあるんだよな。いやしゃあねえな、霊気で死んじゃうけど一回スパ戻してガード間に合わないよねこれは。状況見て即セオマイ打って、あやっぱりだ、ブレスアップ切れてる。いやもう波動で剥がされるけどしゃあねえよな。セオマイ打ってもう通常やり過ごすしかないねこれ。全員ガードで、そうね、守備アップも大きいねこれで。いやもうこれにかけるしかない。いや、霊気まではなんとかなるでしょ。そうか。通常来てくれ。波動入ってからの通常は最悪パターンだよ、これ。いや、でも霊気のダメージの後、いや、守備アップ2だったら耐えれるか。頼む。じゃ、波動やめて。え、やめて。お、よかった。通常来た。受けろ。受け切ろ。受け切ろ。頼む。よーし。オーケーオーケー。で、全員ガードの恩恵で葉っぱ速使えるから。あ、マジ？いやでも眠りじゃないのはラッキーなんだけど、ボミーが切れてる。いやしかし、スパはこれで使えないはずのオンステがワンチャン？タタウタストンプ、ルビーカと繋いで、あもうまだミスった。やばい、ちょっと焦りすぎてる。いやもうやりたくねえんだ神様は。打つ順番間違えた。いやボミ切れてるの、これ煉獄食らったら終わりだからね。うん、まあ半分切ったか。いやあとオンステや。あー10ターン。道具 CT はない、静か使いません。いやオンステとりあえず入るところまで行って3コンボまあ2コンボつながれば抜ける、頼む。いやー煉獄かい、早い。いやオンステより先にとりあえずもうスキルつないで、この後乱舞まで入ってオンステ進撃とつなげられればいけるか。いやーここでな、小玉あればな、立ち回りミスさりまくってる。やばい、オンステ間に合え。どうなった、はっ、タップミスったこれだよもう神様のラッキー。神様ラスゲはミスりすぎ。まだまだ終わらない。
らせない。限度いっぱいまで行く。どちらかが完全に倒れるまで。勝負の後は骨も残さない。地獄の淵が見えるまで。完全がまだあったまさかのお家もうひどすぎだし今更だし、ただ一つ言えることは、どこまで行っても運運を天に任せてもう終盤のボロボロの立ち回りのところの運っていうのはまた全然違う話ではございますが、解説の方にも多分載せさせていただいてると思いますが、凍結運、眠り運、ビリビリ運、あと細かいテクニック等がね影響してくるということで、まあ3度目の正直とりあえずクリアはできたっちゃできた。もう最後とかね、まあ私らしいっちゃ私らしいね休み無効装備とかね、まあ特に凸だね、凸がしっかり取れてる取れてないとか、あとは精神鎧下がな、まあもっと言ったらそもそもルビ奥義西洋前なんだけどね、本当に神様攻略に向いてないガチャ運ということもあるんですが、無事第一国の九段認定となりました。この動画いいねと思っていただいた方は高評価、チャンネル登録お済みでない方はぜひとも登録ボタンポチッとなとよろしくお願いいたします。今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。